それでは、フィギュアの塗装なんですけれども、この、人間の顔という複雑な形状をですね、この面の組み合わせによって、描き込んでいくと、形として、塗っていくというのはですね、なかなか、パッと考えただけでは、どう塗っていっていいかわからない、どこをどう塗っていいのかわからないというふうになると思うんですけれども、もっとシンプルにですね、人間の顔っていうのはどういうふうな、形状になっているのかを把握しながらやったら、比較的分かりやすく、なるような気がしますので、それをねちょっとお話ししたいと思います。消しゴムです。消しゴムをちょっとカットしました。これをですね使いながら、これを今から人間の顔にねしていきたいと思います。正面をここに持ってきます。とりあえずですね、一番上頭上のところがここが1、これは変わりませんね。でこう置きますので、ここが2ですね。はい、こうですね。でここもここが3ですね。こうなります。で、こっち側なんですけれども、こっち側はこれと同じになりますので、ここは3ですね。で、この裏側が4になります。2次元の紙に書いたものが、今3次元の、中で明暗をこのようにつけるということに、変化しました。それではこれをね、人間の顔に今度は作っていきたいと思います。同じものをもう一つ用意しました。これにね描き込んでいきたいと思います。まずですね、横を向けまして、このように鼻の位置を描きたいと思います。こうですね。横顔です。こちらとこうなりました。これをカットします。まずこう置きまして。こうですね、置いて、はい、こうなりました。で、まだこれでは全然顔ではないので、もう少し、形を作っていきたいと思います。まずですね、正面から見まして、鼻を作ります。こうですね。で、目の上のところを決めます。ですね。で、ここにくぼみをこうつけまして、こうします。こういうカットをします。切り込みを入れまして、こちら側にも切り込みを入れて、こうですね。このように出来上がりました。モアイ像みたいな、形をしていますけれども、これで人間の頭部の、最も基本的な形状というのが、把握できるんじゃないかなと思います。それではですね、これを今から、先ほどのね2番3番とつけました明るさの、基準を当てはめながら、塗装をしてみたいと思います。